大丈夫ですよ。俺反対に反対の鉄道受けるかみたいななんかの秒数に一本だけ負けたって話があるから。反対の鉄道のゲームがいろいろ出してるので、有名人をどうぞ持ってなくて、ああ、有名人を持ってね、負けたって。いや、ちょっと聞きたい人も一応。でも、絶対開けないと多分、そうな気がする。なかったら、6号車はいっぱいあったから、製品として持ってるから。製品じゃなくて、改造車を含めたら、ちょっとおかしくなってる。ちなみに、その俺もよく、昼飯食ったら。俺もだよ。俺今日は朝5時から何も食ってない。朝に唐揚げ食ったんだね。確かグリーンマッチだったから100円。